すごい左に行ったけど、はい、よいしょよいしょよいしょ、行きましょうか。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。フライデーライブお越しくださいましてありがとうございます。ありがとうございます。ございます。今回のフライデーライブは、はい、コンセプトが白ということでですね。そうですね、皆さん衣装が白い感じで、白い感じ、白い感じで、はい、で来てますけれども、はい、こう今日はね、その、まあ、ホワイトというねコンセプトのもとをやってますので、まあ、衣装だったり、あとトークではですね、その人の白でイメージするものとかね、はい、そういう感じの白にまつわるちょっとねホワイティックなトークの方ですね。何ホワイティック今作った今作った、はいはい、ホワイティックなねトークをしていきたいと思いますのでですね、はい、そちらの方も、お楽しみにしておいてください。そして今日のライブがですね、大体1時間ぐらいのライブとなっております。ライブ終了後にはいつも通り交流会と撮影会の方がございます。本日はですね、みんなスタジオで行いたいと思いますので、まとまってねあっちの方でやっていきたいと思います。そして交流会の撮影会終了後には何があるんですか、レイ君。なんと、はい、ツーショットチェキ&撮影会ございます。いつも通りです。なんとの使い方はおかしくない一瞬考えちゃった。はい、ツーショットチェキがね、はい、ございますので、はい、そちらの方もね合わせてお願いします。そして注意事項がございます。はい、じゃあ注意事項っていうのみたいな、注意事項いつも言ってる人大丈夫かな。注意事項、頭真っ白になってる、大丈夫白だけ早速使ってるね、白いきますか。じゃあ、はい、一つ目じゃあ行こうね。あ、マイク上げてください、マイク。あ、じゃあ、はい、はい、行きましょうか。まずは、ライブ終了後の出待ちは禁止です。はい、よく言えた、こちら禁止になっております。次、じゃあ、リンゴ行こう。リンゴ行きましょう。お、はい、リンゴ行きましょう。はい、出待ち禁止でございます。あ、あのお客様の携帯での自撮りが禁止です。はい、はい、そうでございます。自撮り行為が禁止となっております。そしてですね、あ、指名ですか指名されたじゃあ最後はですね、じゃあ、行きましょうか。What happened? 最後これですけど、最後のもう注意事項もう一つです。アテンション、アテンション。多分タッチ禁止です。そうでございます。現在の触り禁止となっておりますのでですね、そちらの3点をですね、お守りいただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それで以上ですね。はい、スタートしていきたいと思いますので。ちょっと当てられなくて寂しいかもしれない。誰かスタートコールじゃあ行くよ、そんなことしたら。スタートコールじゃあ、ひろつぐさん行こうか。僕ですか、うん、分かりました。分かりました。感じで真ん中どうぞ、真ん中。はい、うん、行きましょう。それでは、はい、フライデーライブスタート。それで行きましょう。はい、で一発目ですね。あ、一発目はですね、男たちから行きたいと思いますので。あ、はい、いいですか？いいですか？いいですか？いきますよ。それでは聴いてください。東京メリーゴーラン。Because I'll be in the country. Super moon.
そうですね、ちょっと一人レンを呼んでですね、レンちゃん、レンちゃん呼んでですね、レンちゃん、ありがとうございます。皆さんこんばんは、男です、よろしくお願いします。男でございます。ほぼドッキリで、え、ほぼって言うな、ほぼって言わない、ほぼって言うな。今日衣装がね、あの白で統一されてるんでね。じゃあ自己紹介いきましょうか。はいはいはい、はい、私もまあ勝利と言います、よろしくお願いいたします。はい、庄司くんです、ございます。西村智也です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高平嗣です、よろしくお願いします。高平嗣です、黒嗣ちゃんです。はい、ミルキーウェイ白担当の西村嗣です。白担当だったんだ、白担当だったんだ。風内蓮です、よろしくお願いします。蓮でーす。はい、ファンの白担当坂井。交換したの、いつの間にか交換してたの、違った。まあね、この6人でですね、ちょっとトークの方していきたいなと思うんですが、はい、まあ、今日ね、コンセプトが白ということで、そうですね、ちょっとね、白にまつわるというか、はいはい、白エピソードみたいなのあったら、はい、話あるか、そんな白そんなあるかもしれない。トークのね、内容、まあ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 、そうそうそう、はいはいはい、ありますか。まあなんだろうね、白でイメージするものの、じゃあ話をしていきましょうか、みんな、はい、何イメージしますか、レイ君、ちなみに白といえばですか、うん、僕はハット麦化粧水です。美容系男子だね、美容系男子、毎日使うんで、うん、あ、お肌の感じでね、6回ぐらいですか、ね、白ってね、白、白関係ないですけど言っていいですか、あ、うん、いいよ。めちゃくちゃ手汗やばくて、うん、マイク落としそうだったんですよ。危ない危ない、飛んだらもう大変なことだからね。それちょっと言いたかったです。マジで関係ないね。確かに手汗の話だからね。白ね、白、手汗の話でもいいよ、全然その流れで。手汗の話いらないか、手汗の話は。いらない、海君、爪痕残しとこう。爪痕ね。ここでね、ここで嫌なの。白ですか、うん、白なんかイメージもあります。本当は海君そんな格好じゃなかったよね、今日。あ、そうなの。そう、この子の、この子、この子のシャツがね、この子のシャツがね、ひろつぐくんに強奪されてるの、さっきあっちで見てたんだけどさ、強奪したもんね、ひろつぐね。そうです、うん、なんかひろつぐくんが今日持ってきた衣装が思ったより白じゃなかった、はい、どちらかというと、ね、この辺とか真っ黒だしね。借りてブラウン系のネガトとか借りましたね、はい、ね、だから追いはぎされてたもんね、かいくんも、うん、おい。言い方全然白の話しないじゃん。全然白の話しないけど、ね、雪じゃないですか、雪。あ、雪ね、あ、まあ、確かに、それこそ最近降りましたもんね、雪。確かに雪ね、うん、本当に終わり、終わり、終わり、話が続かない。誰か続けて、ちゃんと。あ、じゃあレン出てきたんだから、なんか喋った方がいい。確かに、レンの中でイメージするなんか白みたいな。白ですか、うん、白。まあ雪とやっぱ、うん、雪と繋がるとこがあるんですけど、うん、スノーボードとか、あ、スキーの、その連想でね、雪からのスノーボードっていうね、はい、うん、終わり。行きましょうか、次。行きましょうか、次のね、行きましょうか、特にじゃあね、じゃあ、ね、次にしたということで、カイ君がですね、おさらばアウトということで、また後で、また後でね、また後でね。あ、ちなみに片っぽ今日珍しくイヤリングし、俺のだけど、とりあえずちょっとアピールみたいな。行きましょうか、行きましょうか。頭が頭に、ねえ、何回やってる。それでは聞いてください、グッデイ。君が多分その人だ。
ありがとうございます。ありがとうございます。以上、ミルキーウェイでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。